どうも、ミカンライフのコバです。ですね、今日はですね、最近リニューアルオープンした、漁業ランド、赤塚山の漁業ランドに来てます。まあ、ちょっとどんな感じに変わってるかっていうのをね、今日は皆さんに、お届けしたくて来ました。まあ、今日は月曜日っていうこともあって、休館日なんですけど、まあ、外の公園とかは撮れるんでね、ちょっと変わったところをちょっと紹介していきたいなと思います。では、ちょっと行ってみましょう。ここ水遊びできるとこなんだけど、ここもちょっと変わったみたいで。あ、そうなの？あ、これなかったよね。これなかった。なんか夜ライトアップしとる時がある。あ、そうなんだ。俺も詳しくわかんないんだけど。これなかったし。ちょっと映したいけど、ちょっと人がおるで。あとこれもなかった。噴水みたいなやつね。これもなかったじゃん。これもなんか水がぴょんぴょん出るから。あ、そうなんだ。へえ。あ、本当だ。なんか穴が開いてる。あ、水の音がする。そう、出るね。いや、あそこがね、カフェっていうかコーヒー飲めるとこは。へえ。で、今日はやってないね。なるほど。酵素玄米おむすび。そうなの？そう、なんかが多分動画見てくれてる人で分かる人は分かると思うけど、だいぶ変わったと思う。なんかすっきりしたっていうか。前があんまり記憶にないもんで、よく来られとる方は、ね、あ、違うって思うかもしれないけど。へえ。そうなんだ。でさ、今から行こうと思ってる公園があるんだけど、公園の駐車場ってちょっと狭いじゃんね。なので土日とかだとパンパンで入れんもんで、俺結構ね、ここに止めて歩いていくのがいいかなと思って。なるほど。山を縫って向こう行くだよね。そう。なんかこの辺も良いね。この辺ポニーが放し飼いになってるから。あ、勝負がちょっと咲いとる。ほんと？あの奥の方にちょっと回ってくる。だいぶ歩くと大丈夫。あ、咲いとるじゃん、もう。すげえ、すごいね。咲いてますやん。久しぶりにここ歩いて。もうすぐあれだよ、鴨の勝負園のライトアップもあるから。ああ、そうだね。これまたあれだよね、ここの山頂にあるなんだろう、夜景が見えるとこも結構綺麗なんだよ。あ、そうなんだ。夜景見えるの？夜景見えるよ。公園の方からも上がれるしね。本当。ああ、森林浴には最高。なんか散歩にはちょっと持ってこいかもしれない、ここね。気持ちいいね。また夏になるとね、カブトムシとかがね、めっちゃおるもんでね。本当。まあ朝一で今度取れんけど、結構取れる。そうなんだ。そう。子供は多分興奮するだろう。大蔵さんとかカブトムシめっちゃ捕まえとったとかない？ああ、あったよ。地元のやっぱり田舎だもんで、豊川さえ田舎だったもんね。じゃあ置き林がいっぱいあるもんね。うちも田舎じゃん。なんかでもさ、そのさ、地域によってさ、取れる森とかさ、めっちゃ名前が付けられてる。取れるけどここは取れんみたいな。でこの木は取れるみたいな。めっちゃ取り取ったもんね、うん、でも絶対取れんじゃないその木。結局うちの庭のとこに結構取れるっていう。ああ、いろんなとこあったよ。ホタルはこことかね。ホタル、うん、あ、ホタルいまだに出るよ。だいぶ減ったけど実はうちの近くもねホタル出るじゃん。本当、うん、結構綺麗だよ。なんかやっぱ最近あれかね、水も綺麗になってきとるのかな。ホタル戻ってきとるのかな、うん、ホタル見れるところがなんか増えた気がする。なんか環境問題で人工的に作り出しとるっていうのもあるかもしれんけどね。ああ、うん、なんか棚川も昔汚かったけどなんかそんなに汚いイメージなくなった気がするけど、どうなんだろう。分からんね。工業排水とかなんか分からんけど、だんだんそういうの取り組むようになったのかもしれない。下水もできたし。確かにね、うん、昔と比べりゃね、それはでかいかもしれない、うん、結構子供がまだ遊んでるね。そうだね。あんまり近くは寄れんけど、あんまり取るとちょっと厳しいね。この辺で取っとくか。うん。わあすごい。だいぶ変わったと思う。ああ。ここってもともとあった？この公園自体はあって、あのでかいさアスレチックあるじゃん。うんうん。あれはなかった。新しくできた。そうなんだ。へえ。でかいねこれ。またおお、こんな滑り台があって、この滑り台バカでかいじゃん。これは昔からある。本当、うん、すげえ。カブトムシおるよ、カブトムシ。すごい。ぐるっと回ってみるよ。これじゃん。回ってみる。うん。すげえ。あれなんかあれか、トランポリンみたいになってるのかね、上。トランポリンみたいになってる。ほー。リアルだな。カブトムシリアルだな。で、ここは小さい子が遊べるように。三輪車って書いてある。本当だ。あ、ここに置いてくださいよってことか。ベビーカーなど置かないでください。ああ、そうか。置いて入ってるってことか。ああ、すげえ。あ、なるほどね。こういう感じになってるわけか。クライミングっていうやつ。なるほど、なるほど。いいよね、うん、小さい子供の家庭は、うん、うん、ねえ、いいね。で、これから夏だから水遊びもできるじゃん。うん、っていう感じですかね。そう、この展望、そこから上がってって頂上になって、ここから豊川の夜景が見えるっていう展望路。そう、はい、ちょっとねぐるっと回ってきました。結構まあ、ここもねカフェみたいなのとってコーヒー飲めるとこだし、うん、上上がってってあの公園のとこも結構変わっとってね、すごいアスレチックができてて、あの小さいお子さんとかすごい喜ばれる感じになってるんじゃないかなって思います。で、夏になったらね、ここで水遊びもできるし、すごいいい感じに変わってよかったな。なかなかね、大人だけだと来る機会ないからさ、あれだけど子供連れの方は結構楽しいで、季節によって咲く花とかもいろいろあって、散歩コースにはもってこいだしね、結構夕方になると犬を散歩してる人たちがね結構いて、いい運動になるんじゃないかなと思います。またなんかイベントとかもね、ちょこちょこここでやってるみたいなんで、まあ随時ホームページとか見てもらえれば、そういうイベント情報とかも載ってるんで、ぜひ皆さん見てください。ってことで、ちょっとギョギョランド新しくなったところを紹介しました。今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さて、今日の動画いかがでしたでしょうか。このミカワライフのチャンネルはですね、久保翔、小葉、泰造の3人で三河地方のグルメ、スポット、遊びなどを紹介するチャンネルです。動画で紹介した情報は画面下の概要欄に載っているので、そちらもチェックしてください。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。チャンネル登録の際にですね、ベル通知をオンにしていただくと新しい情報も通知されますので、よかったらそちらもタップしてください。あなたへの動画はこちらになります。よかったら見てくださいね。